対年寺は、山梨県富士吉田市上吉田にある寺院。寺州寺院で、三号は、吉住山。富士吉田市内では、月光寺と共に、江戸時代に御朱印地を有した、有力寺院。海108霊場第30番札所。海の国史によれば、養老3年、行期により創建されたという、天台宗寺院であったが、鎌倉時代の永仁6年に、 自習の遊行を二世保か、マサノが、信濃国から、カイノ国を誘化して、相模国へ赴く際に死縮し、弟子の真海を住職として、自習道場に改めてマサノが海祖となり、富士山雷阿弥陀三尊が安置され富士、三景道社の信仰を集めた。自習はマサノが、相模国富士山の成城工事を建立して復興し、カイノ国社記寺記によれば、山梨県内では海、 武田氏の介護を受け、再念寺の他は、甲府市の一連寺をはじめ笛吹市の章を願い寺、北都市の長泉寺などの自習寺院が存在しており、再念寺は、松寺四、立中七で一連寺や長泉寺に次ぐ規模となっている。再念寺は、永任年間に、武田氏の分流が一条氏の一条義住により、書道が再建されており、三号は、義住の名にちなむ、戦国時代には、 改始後、武田氏や軍内領主の小山田氏に保護され、村別所役の免除などを受ける。天文年間には火災に遭うが、不自動車からの肝心が行われ復興される。西年寺は、小吉田村に所在していたが、元気3年に現在地に移転され、集落も移転している。元気元年10月、小山田信繁藩物によれば、この時点で、西年寺は無重でありが乱は消失していたという。 再燃時移転の背景には、富士山の雪白災害を避けるためであったとする説や、町場の再編を意図してたとする説などがある。天正10年3月の武田氏滅亡後も、治療を安堵され、江戸時代の慶安2年には、将軍家光により、治療20国を安堵する、主院状が下され、以来は、歴代将軍による安堵を受けている。寄進された治療は、 サイレ丸ジであると考えられているが、主院上では具体的な確認がなされておらず、軍内地方を治める谷村藩主秋元氏時代から、海一縁が幕府直轄領となった谷村大官時代にかけて御主院員論争が発生した。江戸時代には時段制度の確立により門前が形成され、天保7年の軍内騒動においては門前百姓令委員長を作成して、 門前略称を掌握した。富士道場日記には、年中行事や、推論の仲裁など村方における役割が記され、江戸後期には寺子や教育が行われている。旧典の戦国文書をはじめとする再年寺を所蔵。戦国文書は、痛みが激しいが、法永3年の、吉住三世年次由来書や慶応4年の、再年寺明細由来書などの写本が残されており、 新編公衆古文書や吉田の戦国文書として刊行もされている。木造釈迦如来立像昭和39年11月19日指定鎌倉時代の作、木造、彩色、玉眼、一句。造庫は80.0センチメートル。本像は、現状では左手に帽子を持ち、薬師如来の印象をとっている。これは候補であり、頭髪が、 縄目状の渦巻き型であることや、通り方に同意をまといえ門船が同心円状である造様から、本来は清涼寺式の釈迦如来像であったと考えられている。清涼寺式の釈迦如来は、鎌倉時代に各地でも像されており、本像もその一例とされる。ありがとうございます。